サイドアタックトップタイムのドライバーがドライバーに贈られる GT 賞。ここまでは3名の3クラスを第2トライアルダイバーアタックが終わりました。4クラス目、この SD6 クラス GT 賞は誰の手に入っていくのか。さあ、まずはこのリードクラスのタイムアタック、3連勝を目指してマハラ中からアタックに入ります。先ほどの公式練習では非常にいい動きは前線1番の石谷、そしてマハラもペースが上がっておりました。このリードクラスはウェイトハンデ制が、設けられております。本日のこのレース、このウェイト前線1番の石谷、そして前線27番の原本、前線44番の真原、この3名のドライバーには規定の最低重量よりプラス3キロのウェイトが乗せられております。しかしその3キロをもろともせず、公式練習でトップタイムをマークしていた石谷、さあその石谷がラストアタッカーとしてコントロール台に戻ってこれば11台、ファーストタイムが揃っていきます。さあ、まずはトップタイムに立ったのはゼッケン44番のマハラ、2周目で35秒826へと入れてきましたが、この2周目原本がそれを上回ってきます。5秒823全分の3秒原本が上回って、ここでトップ2番手マハラ、3番手には島根高直が入ってきました。5秒、ここで前線3番の塩田修司が5秒821、トップ3はもう1000分の5秒という圏内に3台が加わっています。ともに5秒82までは一緒、コンマ00を争うようなそんな展開。現在トップは塩田、2番手原本、3番手真原、一方ここまでペースが上がらなかった石谷がついにここでペースアップ、5秒814に入れれば真原がそれを上回る5秒74に、さあ真原がここで頭一つ抜け出てきたか、5秒74に、そして長谷川拓磨も5秒810で、長谷川、石谷が抜け出てきましたか、石谷がここで5秒656で戻ってくる。真原のタイムを上回ってここで石谷がトップ、2番手真原、3番手長谷川、4番手に塩田、5番手原本、6番手に7番手が吉川、8番手が吉川ですね、8番手が吉川、9番手が藤本、そして田畑と続いていくリードクラス。このリードクラス激しいトップタイム争いが行われておりますが、残り1分、おっとここで現在トップの石谷が早くも車検場にマシンを戻しました。そして前線3番の塩田、さらに前線21番吉川と、
さあここでリードクラスチェッカー前で各マシンが車検場に戻ってきます。さあこれでトップの石谷5秒656、2番手塩田の5秒675、現在アタックをしているのはマハラ、現在そのマハラは3番手です。4番手が長谷川、5番手原本、6番手に間というトップ6。さあ今ここで前線23番の藤本からの点が上がりました。さあここの集団にいた長谷川は自己ベスト更新ならず、現在ワンツーの石谷、そして塩田が早々とセッションを終えて、マハラがさあ